二つ目は、基幹まとめと安全在庫についてご説明します。MRP のロットサイズは、前日の固定数量だけでなく、一定期間の需要数量をもとに算出することができます。これによって、月あるいは週単位のロットサイズを変動させることで、在庫を制限することができます。本書では、その設定方法についてご説明いたします。期間まとめの MRP は、例えば1週間、あるいは1ヶ月の需要数をまとめた数量を製造ロットサイズとすることができます。例えば図1の例ですが、品目テーブルにまとめ期間、まとめサイクル、まとめ開始日が設定できますが、例えばまとめ期間が7日間、まとめ開始日を1月29日とします。この場合、1月29日から2月4日までの需要をまとめますので、300個の需要がまとまって、300個の製造オーダーが生成されます。次に2月5日から2月11日までの需要がまとまって、500個の製造オーダーが生成されます。これによって、需要数分だけの製造オーダーを生成することによって在庫を制限することができます。次に図2ですが、まとめサイクルを月と設定した場合には、月ごとにまとめ期間がイニシャルされます。例えば、1月29日から31日で一旦リセットされて、100個だけで製造オーダーが生成されます。2月1日から2月7日の500個で製造オーダーが生成されます。2月8日から2月15日までの次の期間で200個の製造オーダーが生成されます。このように品目のまとめ期間の設定によって製造オーダーが生成が変わってきます。さて、需要数だけをまとめると在庫を制限することはできるんですけれども、需要変動をが起きた時の余裕を持てないことです。次のページでは安全在庫についてご説明いたします。MRP の安全在庫ですけれども、需要数分だけでは変動に対応できないので、品目テーブルに安全在庫を設定できます。例えば、安全在庫を100個と設定した場合、1月29日から2月4日までの300個の需要に対して、安全在庫の100個を追加して、400個の製造オーダーが生成されます。次の2月5日から2月11日までの期間の500個は、そのままの500個の製造オーダーが生成されます。安全在庫は常に完全在庫数分の在庫をキープする必要があるため、最初のオーダーに安全在庫の不足分が加算されることになります。さて、前章でロットサイズの説明をしましたが、期間まとめて合わせて設定した場合にどうなるか、次のページでご説明いたします。期間まとめとロットサイズ、両方設定した場合は、基本的に両方とも有効となりますので、制限が厳しい方が適用されることになります。例えば、ロットサイズユニットが50個、ロットサイズマックスが400個、ロットサイズミニマムが200個、まとめ期間が7日間、まとめ開始日が1月29日とします。この場合、1月29日から4日までの360がまとまって400個の製造オーダーが生成されます。これは50個のユニットが引いて400個になっています。次に、2月5日から2月11日までの製造オーダーの530個がまとまって530個になるんですけれども、こちらはロットサイズマックスが400なので、こ
こちらの方が厳しいので、400個の製造ウーダーが生成されます。残りは130個なんですけれども、ミニマムが200個なので、200個の製造ウーダーが生成されます。次に、90個の分に対して、需要が、最低ロットサイズが200個なので、やはり200個で生成される。このように、両方のオーダーが設定されることになります。ここまでが、期間まとめと安全在庫についてのご説明になりますが、ここまでの水道計算的な話でしたが、MRP はさらに在庫を引き当てるときの条件を設定することができます。例えば、A と B の倉庫があった場合に、どちらかの倉庫に制限されるとか、同じ品目なのに、グレードが違うので、引き当てられるのが顧客ごとに違うとか、まあ、そういったことについて、次の章でご説明させていただきます。